はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、さあ本日はですね、また予約開始の動画を撮っていきましょう。まだ初音ミク公式ブログさんの方でもまだ取り上げられてないはい、フェネックスから、初音ミクマジカル未来2019バージョン7分の1スケールフィギュアが予約開始されました。はい、おめでとう。今回は、前回は大きなリングの形でしたよね。で、そこに羽があるっていうような感じだったんですけどね。うん。はい。違う、2018はまだレビューしてないから、2017の時が大きなリングっていうような感じでしたね。うん。今回は、あれなんですね、キューブがくっついてくるんですね。なるほど。これはこれで見てみたいね。うん。で、価格の方は、15,800円、税抜きですね。発売される頃はおそらく7月末って書いてあるから、10% アップだろうな、多分ね。とんでもないになりそうだ。うん。ほんで、またフェネックスさんから出てるんですけども、予約してマジカル未来2019会場のフェネックスブースに来ると特製エフェクトボードをプレゼントというような感じに書いてあります。フィギュア予約した後にマジカル未来2019のフェネックスブースに来るっていうのが条件ですね。うん。フェネックスブースにスタッフに伝えてね、スタッフが注文番号と予約内容を確認してありがとうカードを渡しして完了という感じに書いてあります。会場限定特典の受付期間は8月の9日から8月の11日、東京は8月30日から9月の11日、まあマジカル未来の時ですね。はい、というな感じになってて、7分の1スケールで今回のミクちゃん、また出るということで、うん、いいよね。今回のミクちゃんはやっぱ可愛らしくていいよね。マジカル未来というような感じがするよね。うん。はい。未来感とクラシックになりすぎないサーカス感の両立ということで、うん、ほんと、いい感じのベストマッチって感じがしますよね。うん、ただやっぱり持ちの部分が、床屋に見える。はい。で、今回はこちらのフィギュアが、1分の1スケールで、マジカル未来にありましたよね。いかがでしたね、僕はまだ実物を見てないんで、なんともなんですけども。うん。でもそれがね、自分の手に7分の1スケールとはいえ、手に届くっていうのは嬉しいですよね。はい。特別な初音ミクをぜひお手元にという感じです。完成度高そうだね、今回も。うん。もう2018のミクちゃんがもう、手元に届いてますので、後ほどレビューしてみたいなと思います。できるだけ早くね。うん。前回は、どれくらい撮っちゃったっけ ?2 ヶ月とか1ヶ月くらい経ってたもんね。うん、まあできるだけ早くレビューできるように頑張ります。はい。で、こちらの方、URL は動画の説明欄に貼っておきますので、気になる方ぜひチェックしてみてください。はい。というわけで今回はこれだけなんですけども、ミクちゃん関連の動画はこれにて終わりにしたいと思います。というわけで紹介したのバシーと、ミクでした。はい、またねー。またねー。ミクと、バシーから、お願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それでは、バッシーとミクチャンネルを、お願いします。